4人でやることは結構多くてですね、あのまあいろいろ V6系とかいろんなやらせてもらってるんですけど、まあ練習もね4人だけの練習とかもたまにあったりして、あのねやっぱりね、上司2人がね褒め言葉ですよ、ポンコツなんですよね。何度も MC で言わせてもらってるんですけど、特にねどっちもポンコツなんだけど、朝ちゃんの発言力っていうのね、語彙力というか発言力すげえなって思う時がもうしばしばあるんですけど、この間 部活の話になったんですよ、みんなで。バドミントン部だったってエルちゃんがね、バドミントン部だったって話をしてて、そしたら行ってないけどねって、部活練習行ってないけどねって言うから、僕がそれバド部って言わねえじゃんって言ったんですよ。そしたらみんなわーって笑ってて、朝ちゃん笑いながら、そうですよね、ミントン部って言いますよね、そこじゃねえよって言い方のバド部かミントン部かの言い方じゃなくて、参加してないんだからそれバドミントン部じゃないよねって言ったのに、そうですよね、ミントン部って言いますよねって思って。
そんなこともありましたね。ありましたよ。結構前だから。びっくりしたよ。超えてくるもんね。超えてくるよね、先を。 ありがとうございます。でもなんといつも言ってますけど、やっぱりごくお姉さんというかね、こう立って引き締めてくれる木崎さんがいて、はいはい、こう一番こう今一番最後ミオちゃんか、そうですね、でもまあ下からねこう上を突き上げてくれるねリオちゃんがいてね、はい、ポンコツお姉さんですよね。頑張ります。でもトミーはこう見た通りのこうクールガイなんでね、はい、こうスッと見て、たまにこうザッと一言切ってくれるんですよね。いいですよね、キャラがね、濃いですね、みんな。さりげなくキャラ濃くていいと思うよ。こういうとこ大事にね、やっていきたいと思います。はい、ということで、ここからもう終盤入っていきますから、皆さん、はい、バンバン皆さんもね、パッション飛ばして応援していただけたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。